沈黙はね、ね、あのー。見た方がいいよよって話なんだよ、ね、マーティン・スコセッシー監督の。すごく面白かったんだよな、あのー、どう説明しようかなキリシタン弾圧の話なんだ江戸時代のキリシタン弾圧の話なんだけどもそれだけだったらあんま面白みが分かんないえっ、ー、とね俳優の話からしようか主演のアンドリュー・ガーフィールドっていう人がいるんだけどこれがですねセバスチャンっていう主役の いわゆるカソリックの司祭やるんだよイエズス会から派遣されたこれはアメイジング・スパイダーマンでスパイダーマンやったやつだから以後以後この番組の中ではスパイディーと呼ぶよ <laughs> スパイダーマンが主役ででスパイダーマンと一緒に日本に来て一生懸命布教するというやつがあのフランシスってやつなんだけどもあのカイロ・レンがやってんだよね <laughs> あの <laughs> ハンソロのパパが大嫌いで <laughs> ダンス・ベーダーかぶれのカイロ・レンのあの馬面の役者が <laughs>。 だ <laughs> からすごいだろスパイダーマンとカイロ・レンが日本に来てキリスト教を布教すると何でそんなことになったのかっていうとあのフェレイラ神父っていうのがこれがね僕あの神父って言われてたんだけどそいつがどうもあの日本でのカソリック弾圧ヒリスタン追い払わとかに負けて。 でキリスト教を捨てたっていう噂が、ヨーロッパのイエズス会の本部に伝わってきたわけだ。であの人でも駄目だったらもう日本という国は駄目だと思って切り捨てようとしてでそれに対してカイロ・レンとスパイダーマンが「いやいや待ってくれ」という話なんだけどもそのフィレイラ神父イエズス会最強の神父っていうのを誰がやるのかというとディーアム・ニーソンっていう。 あのスターーーウォーズエピソード1でクワイガンややったやつなんだよな。なんでここまでの婦人を行く <laughs> マーティン・スコセッシーなぜっていう。なぜここまで、なんだろうな、マーベルっぽいというか、アメリカンアクションスターを集めて、クワイガン人が、もうジェダイのことは信じられないと言って、そこにカイロレンとスパイダーマンが、ちょっと待ってくれ師匠っていう、本当にそうなんだよ。そういうお話なんだよ。 まあ、島原の乱の後のいわゆるキリスト教が一番弾圧された頃の日本に2人は旅立つわけだイエズス界最強の神父でもダメだったらもうダメじゃんというふうなことで日本は切り捨てられるとしたんだけどもその2人の若い神父だよねスパイダーマンとカイロレンが「ちょっと待ってください僕らに行かせてください」とここら辺のね絵の撮り方めちゃくちゃ美しくてなんでこんなに普通の風景撮りながらマーティン・スコセッシってこんな綺麗なんだろうって思うんだけども。 じゃあ,あの、参考の予備知識から言うとイエズス会っていうのはどういうとこかの今僕が話しながらカソリックって言ったりイエズス会って言ったりして、まあ、いろんな言い方してるんだけどもイエズス会っていうのはカソリック教会の中の一派閥みたいなもんだと思っておいてで布教の仕方も強烈ならば、えー、それに対してなんかねあの司祭とかあの神父自体が 力を持って戦うつもりで宗教者というよりはうん別に実際に戦闘するわけじゃないんだけども現地で生き抜いてサバイバルしてヒルスキを布教するというふうなものでですねあのかなり特殊な集団なんだよね。でおまけにあの国王とか政治に対して意見をする団体でもあったと。 例えば、えー、豊臣秀吉が日本を統一してさ長編へ出兵する時に大体中国地方,地方から九州バーって行った時に、えー、ポルトガルとかスペインの船が日本人を奴隷として連れて行こうとするのを見たんだ。でそれをイエズス界の,人間の神父も一緒にいたもんだから、えー、秀吉怒って。 今後、貿易するのはいいんだけども,もうとにかく、えー、キリシタンとと。は縁を切ると日本人を奴隷として連れてくるのは何としたことかというふうに激怒したんだけど実はイエズス会自体はこのポルトガルとかスペインの国家の奴隷貿易に反対してたんだよね。で何回も何回も意見書を送ってたんだよ。スペイン王とかポルトガル王にとりあえず日本という国はこういう奴隷っていう制度は全くな,ないしそういうことに対する抵抗もすごいから。 ちょっとその商売の仕方やめてくださいというふうに意見書を送ってたんだけどもスペイン王もポルトガルの当時の王もそれを無視して無理やりやろうとしてで何だろう担当者がまたさ軍事力見せつけりゃ秀吉おとなしくなるかなと思ってでっかい大砲とか見せつけて秀吉はそのでっかい大砲を見た瞬間おいいじゃん今から朝鮮人からそれ売ってっていうふうに言ったらいやこれは見せるだけで売,れ売りませんっていうふうに言っちゃったんだ。 そうすると秀吉はすごい疑心暗鬼に駆られてなんせ一番人を疑ってた時代の秀吉だからさ武器を見せてそれを売らないということはそれは俺たちを攻撃するという意味だなというふうに解釈して余計にキリシタンなり南蛮に対する当たりがきつくなったという、まあ、そういう歴史的経緯があると。えー、まあそういうわけだからだイエズス会っていうのはその政治に対する意見をする絶対君主というねあの権力に対して。 まあ、戦闘力を持ってしまった介入団体でもあったんだだからどちらかというとだから銀河共和国議会とジェダイ騎士団という関係が僕はなんかすごく似てるなと思ってるんだけどもなんかそのジェダイ騎士団が一応銀河共和国の議会の決定に従いながらもその内容に異を唱えたりで現地でやってることっていうのはすごい そうイエズスカイっぽいところがあるなと思ってんだけども、まあ、こういうふうに見ていくとそのーマーティン・スコセッシの沈黙っていうのはある種の多分ヨーロッパ人にしては SF 映画のものすごいリアルなものだというふうにも取れるんじゃないかなと思う。で原作のねあの遠藤周作の沈黙っていうのがあるんだけどさ、まあ、これとマーティン・スコセッシの沈黙は実はかなり違うんだよね。ちょっと遠藤作の方で説明するんだけども。 えー、遠藤周作が書く「沈黙」っていうのは「神は何も語ってくれない」っていうふうなことを書いてるんだつまりイエス・キリストがゴールドゴーダの丘に貼り付けになった時に「神をなぜあなたは私を見捨てるんですか?」という時に「神は答えてくれなかったと」とそれは何でかっていうのはキリスト教徒の永遠の問いでもあるんだけどもこのひどい弾圧されてる日本の中でそれでも一生懸命神を信じようとしているかわいそうなキリスト教徒が 絶望しているときに何であなたは励ましの言葉を与えてあげないんですかっていう神が沈黙していることのなぜなんだ。それは、僕ら無信人のものからしてみたらいやいやそんな神様なんか存在しないから神は沈黙してるのは当たり前じゃんって思うんだけども神を信じている者にとってはなぜ神は沈黙し続けているのかこの世の中が例えばそのあのイスラム国問題にしてもそうだし多分トランプアンチトランプの人にしてみればトランプが大統領になったということに対して神が 何か刑事を出さない。例えば空が金色に燃え上がるみたいな掲示を出さない沈黙を保っておられるというのはどんなことなんだろうってすごい悩み事になってんだ僕らにはよく分かんないけどもまあ,あのキリスト教というのはそういう宗教だと思っといてくれ。でこの中で語られてる原作の中で語られているのは「神というのは実は不在いないかもしれない」っていう悪魔のささやきがメインテーマなんだ。 キリスト教を信じるるる。なととか、捨ててろっていう試練に、に拷問になんか耐えることができるだから耐えなければいけないとでも弱き者の味方こそが本当はキリスト教の本質ではないのかとイエスキリスト自身を銀13枚で売っちゃったユダこそが貧しき者であり弱き者だから本当はああいう人が神に愛される人ではないのかっていうようなちょっとかなり逆説的な内容を遠藤周作が書いてるんだよね。遠藤修作という人自身が、実は文学界の。 ななんんか芸人人みたたいだだったんだよね,、えー、とね。あえてめちゃくちゃな言い方をすれば下田歌劇とあんまり変わらないポジションの <laughs> 作家っていうのは変なんだけどもこういう沈黙みたいな文学作は全く売れなくて軽いエッセーばっかりが売れてる時。えー、なので遠藤周作がこの沈黙の中で書いてるのはその弱き者拷問に負けてしまう者転ぶ者こそが キリスト教の教徒としての本質ではないか。では、その中で拷問に負けない強さというのは、どんな意味があるのかと。でも、神の前では、そんな個人ごときの信仰心の強さ弱さなどは、すべて等しく無力であって、だね。それこそが神の愛する人の本質であるという、とんでもないことを書いてるんだ。これは、つまり何かというと、毎日神様に祈って信仰心を強くするという、カソリック教会そのものを否定している。 本でもあるんだよ。カソリックの信者である遠藤周作がねだからなんかねものすごいギリギリの線をそ,それでありながら神に対する信仰を捨てずに遠藤周作が書いてるからそれは反動であんな何か軽いエッセイでも書きたくなるわっていうようなやつなんだけどもなのでキリストを裏切ったユダも信仰のために島原の乱で処刑されたキリシタンもその上下はないっていうふうに書いちゃってるんだよね。だからその 今回のスコセッシの沈黙の公開で日本のカトリックもプロテスタントもちょっと微妙にざわついてるところがあってさつまりこの沈黙っていうのをどういうふうに読むのかっていうのは読み方を間違えちゃえばもしくは間違えちゃえばってことなんだな多分解釈多様だから間違いないんだけども一歩踏み外すと異端の書みたいになるんだよねつまり信仰心の強さというのは神の強さの前では全てが無力であるっていう話になっちゃうから。で 遠藤周作の本の中では神はなぜ沈黙するのかということに対してちゃんと答えが与えられててそれはなんかねあの主人公を何回も何回も裏切るあのスパイダーマンを何回も何回も裏切る吉次郎というやつが出てくるんだで吉次郎というやつが最初から最後までも本当に情けなくてずるくて弱くて最低の人間というふうに書かれてるんだけどもその人間がもう本当にずるくて弱くてで最後主人公はあのキリスト教を捨てちゃうんだよね。 まあある理由があってキリストを捨てちゃうんだけども捨ててもう既にパードレではない神父の資格を失った一人の人間として日本人として生きなきゃいけなくなるんだけどそこのところに懺悔を聞いいいいてくだだ、さ言にんは。そうすると主人公は「私はもう既にキリスト神父でもないしそれどころかキリスト教でもない」といわゆる「滅び」というやつで人間として一番ダメな人間だそんな人間が何で「懺悔を聞く資格があるんだっていうふうに言ったら。 吉次郎は「いやあなたは私の残悔を聞くことができるはずです」と言うとだからそしたらその主人公は「じゃあ形だけだから」っていうふうなことでもう既に自分はキリスト教徒ですらないんだって思いながらもその残儀の言葉を聞くとでこの時に初めて全編通して初めて主人公はこの小説の中で神の声を聞くんだよね。それまでずっっと沈黙を保っていた神が、 それは何かっていうと何かこう何だろうな神は沈黙してるんだけどもそれに対して私がこれまで生きてきたことすべてが神について語ってるんだっていうなんかねちょっとアクロバチックな論理なんだけどもあのー、うんとねもう本当に一冊の文学作品をちょっとね口で言うのはすごく難しいんだけども。 その瞬間にだけようやっと神の声が聞こえるという奇跡を最後の最後の方で書くために膨大な枚数を使って資料を調べてキリスト教の弾圧がどんなものなのか、ね、主人公というのは最後キリスト教を捨ててヨーロッパを裏切ってイエズス会を裏切ってしまった後で自分と同じく一番弱い何回も何回も転んで何回も何回も踏み絵を踏んで何回も何回も裏切った人間が。 もう本当に何百回目にもう今度こそ信じます今度こそ信じますという懺悔を聞いてあげることでようやっと神の声を聞くことができたというお話なんだわ。でそれをねなんかねこれねキリスト教の本質が何,何かっていうのは、ね、多分いろんな、ね、言い方があると思うんだけども難しいけどちょっとやってみるね。まずだね。ほとんどのキリスト教徒は、あのー 神は存在するっていうふうに頭から信じてないんだよ。えー、誤解あるかもわかんないけどもそうじゃないんだ。そんなねバカみたいなやつはほとんどいないんだよ。そうじゃなくて神は存在しないかもしれないという不安があって毎日毎日信じようとするのがキリスト教徒なんだ。だから懺悔っていうのがあるんだよ。懺悔というのは何かっていうと 信仰心が薄らいでしまったゆえに、私はこんなことしてしまいました。私は隣人に嘘をついてしまいました。なぜかというと、神の教えっていうのが自分の中で由来だから。つまり、神の存在を信じきれてなかったからです。だから、それを私は懺悔しました。これが懺悔の本質であって、日本人がついつい感じてる考えている、キリスト教徒というのは、神様の存在をもう頭から信じている馬鹿みたいに呑気な人ではないんで。 神様の存在という信じにくいものを、毎日、毎日、努力して信じ続けようとする。姿勢のことを信仰と言うんだよ。だから、大事なのは、神の存在を信じるという信仰という姿勢。でそのための祈りというのがある。これが、そのキリスト教のだい,い岡田敏夫が語るキリスト教の定義だけどね。これも多分、人によって全然違うと思うんだけども。で じゃあその、ユダヤ教とキリスト教って何が違うのかっていうとまあスネオというやつがいるじゃんジャイアンっていう怖い人がいるとで、まあ、ジャイアン最近家にこもって出てこないとでスネオがジャイアンが来るぞとだからみんな注意しろよとジャイアンが来るからみんなちゃんとしてなきゃいけないだからジャイアンっていうのは恐怖であってなんか俺たち全てを支配しているとでももうすぐジャイアンが来て すべて俺たちがやってることを「お前はどうかどうかどうか」って言ってリサイタルに連れてったりしてしまうと。でだから俺たちは正しく生きなければいけないというこのスネオの姿勢がまあほぼユダヤ教だと思ってくれもうすぐジャイアンが来るぞっていうやつで,でこのジャイアン神というのをんだろうな恐怖とい言い方は極端かもわかんないけど本質は暴力であって怒りであって。 許してくれなないいもののう,うに捉えるのが、ユダヤ教なんだよでこれがベースでまたこれが複雑な教義が作られてるんだけどもそれに対してキリスト教というのは何かっていうとジャイアンというのを人間の心では推し量れない不価値な愛であるっていうふうに仮定したらこれがキリスト教なんだよね。つまりジャイアンは 私たちを見てらっしゃいますと、と。ジャイアンは理不尽なことをなさいますがそれは私たちがわからないだけであの歌にも何か意味があるんですというふうに言うとこれが新全部そのなんだろうなこの世界というのは理不尽であってさ飢餓とか貧困とかさ日照りとかさもうなんぼでもあるわけじゃん。 そういうものがあるから私たちは身を律さなければいけないという立法主義がユダヤ教このこのこのスネ夫方がユダヤ教であってそうじゃなくてそれら全ては私たちに与えられてる試練であってその理由を問うこと自体がすごいけしからんことだと。そうじゃなくて、ジャイアンが、 この世の世中ににいいらっっししゃって、て人間にはそれに対してかなわないんだだから人間は何か成し遂げれることができるんじゃないのかとか他の人より上に立つことができるんじゃないのかというようなおごりっていうのを捨てましょうっていうのが、まあ、そういう白いスネ夫がキリスト教みたいなもんだというふうにまあ俺は理解してるんだけども。<laughs> うん、であのー、このようにキリスト教自体が 僕らはすごい近くにあって聖書なんかさ多分誰でも読んだことがあるんだけどもさものすごく理解しにくいもんなんだよね。じゃあさっき言った原作の遠藤周作の沈、えー「沈黙」は「沈黙」っていうのは何かというと「神の不在の恐怖」っていうふうに書いててそして「神はなぜ私に語りかけてくれないのか」という不安を書いてるんだけどもマーティン・スコセッシュはどういうふうに書いたのか。マーティン・スコセッシュはね、この沈黙という原作を、 恋愛ものとして一度読み換えた上で、映像化だから声が聞こえるではなくて姿が見えるというところに変換したんだこの恋愛ものというふうに変えたのが原作の大変更ポイントだと思うんだけども。